何言ってんのかまるでわからんと思ってばかりで。確か溝口って言ったな君。腹の底見えすぎてるぜ。片間同士仲良くやろうってわけか。どういうことや。まあいいさ、片間同士だ。君まだ女と寝たことないんだ。顔にそう書いてあるぜ。女にはモテないし、かといって商売女から勇気も。しかし童貞同士付き合おうって気なら他の違いだぞ。どう思うれ。童貞は美しいって言うけど、君はちっとも綺麗じゃない。まあしかし考えようによっちゃ、俺たちだって綺麗な女みたいなもんだけどな。どこ行ってもジロジロ注目の的なんだ。片輪で壊せへん鏡、じっと見せつけられてるみたいなもんや。君は自分が可愛すぎるんだよ。だからたかがどもりぐらいがそんなにかわいそうに思えるんだ。どうせ鹿なんか描くんだ。それにしても甘いんだよ。人に好かれたなんて思うこと自体所詮ありえないんだ。認めるんだな。でもそれさえ認めりゃ、反対にその弱みを餌にして女の気を引けるじゃない。よし見てろよ。からかう気かよ。どうしよう。ほったらかしにしていくのかよ。起こしてくれよ。近くに医者ないのか。あのうちとこすぐそこですけど。忘れるさ。何もかも無力なんや。どうしたんだい、逃げられたのか。こんなに小さかったのに
ものすごい大きなって目がくらんで、とわの美しさっちゅうのは怖いもんやで。どん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 大きになって、何もかも押しつぶしてしまうんや。いい加減にしろよ。美しさなんて虫歯みたいなもんじゃないか。舌に触って痛んでその存在を主張するだろう。それでとうとうその痛みに耐えられなくなって歯医者に抜いてもらう。ところがその血まみれの小さな歯を手のひらに取ってみると、これか、こんなもんだったのかっていう程度のもんなんだよ。それが分かってりゃ人生のやりきれなさを反対に武器にできるじゃないか。美しさは僕の恩的なんや。金閣寺が滅びん限りとてもやないが耐えられへんや。もうすぐ米軍が爆弾を落としに来る。そしたら自由になれるんや。おい、聞いたか、戦争終わったで。ほな、米軍は、空軍は、ほな、金閣寺はどうしたら自由になれるんや。あんまり用なかったんか。僕の名前よう覚えときや。2、3日中に新聞にデカデカと載るさかい。何がおかしいんや。よう、そんな嘘ばっかり。真面目な顔してから嘘とちゃう。ほんまにどでかいことするんや。たまらんわ。